ここ最近の可変式も見えますし ね、 すね、なんかちょっと進化しているのはやっぱ見てて楽しいですね。そうですね。さあ両チームの選手が出てきました。味の素スタジアムです。今アウェー徳島のキックオフでゲームが始まりました。中盤のセンター右に岩尾、そして左に鈴木、一度足元収まって右サイド杉森、中で柿田が駆け引き、その後ろ西谷が来ました。西谷巻いてくるようなシュートの狙い、このクリアが小さくなって藤田のクロス、最後押し込みました。先制徳島、18分9だけ。まあ、ここからまあシュートのこぼれ球クリアミスなんですけど、拾った後のクロスに対して柿田にセンターバック2枚引っ張られて、その裏中に入ってきて柿田、ここ高橋が食いついた裏のスペースに少し入ろうかというのが出てくか。さあ今度は東京ベルディ前線、原と前へキープして藤田、ジョエル千葉来た、決定機藤田、ベルディ追いつきました。43分、藤田、これで1対1。一つのボール出しから前に当てて飛び出していくスピード、はい、山本からつないで佐藤、うん、松橋右左、藤田前に放とう。さあどこ使う、佐藤自分で打つ、うん、まあ、ここでこういう前に引っ張ることによって放とうが、はい、ディフェンスが引っ張られ途中で入ってきたところ、こうした展開力があります。縦のロングボール、西矢ワンタッチ、中に川田ゆっくり入ってきました。さらにはサポート話題、あと手に当たったかどうか、あーっと、いやー今、はい、間へのパスは浮かすんですよこれ、まあ、もちろん後ろが岩尾決まりました。アウェー徳島勝ち越し、86分、岩尾 PK です。出ましたか、よく落ち着いて狙いましたよですね。対角のロングボール、すぐに背中から落ちるような形になりましたが、すぐに始めますベルディ松橋、面白い花と、ここで試合終了の笛です。